はい、スタイルバイエイム、ボリューム、何でしょう。もう分かりません。分からないということです。はい。まあ、数字はまた、YouTube のね、ここを見てもらえればという感じ。ハイスクールリングという企画を、行いまして、なんとですね、なんと、はい、第2弾が、早速もう開催を決めました。まあ、なんでかっていうと、まあ、結局ね、第1弾やってみて、楽しかったんです、僕たちが。はい、うん、面白かったし、しかも割と出てくれた高校生たち、高校生ダンサーの皆さんの反応が良かったと僕はこう受け止めているわけです、ポジティブに。はい本当は分からんけどね。うん、ここは良かったと。はい。そうですよね。はい。というわけで、まあ、勝手にというか、1回目も勝手にやりましたけど、第2回目を開催したいと思います。はい。うん、なんかね、あれです。一番僕が、もう踏み切ろうと思ったきっかけとしては、やっぱ、いや、出て良かったっていうのと、なんかそのこんな時にでもこういうのがあって感覚的にもダンスに向かえたとか、これのために練習できたとかね、だから少なくともその出てくれた人たちの僕の中でのそのダンサーとしての力量っていうの多分上がってると確信してるので、その出てくれた人たちに関してね。なのでもうぜひ第2回行っちゃおうじゃないか、行っちゃおうじゃないかと思ってます。はい、いいですか。大丈夫です。はい、大丈夫です。というわけで、そんな第2回は、6月、今月の、28日日曜日に開催したいと思います。はい。もうジャッジは、これ、YouTube で、前々回かそれぐらいに言ってるんですけど、ハイスクールリングに関してジャッジ、1年間同じジャッジでいきますっていうのを言ってて、それはもう出てくれる人たちが、連続して出てくれることを想定してます。なので、この時出てで、アドバイスってちょっとあれですけど、まあ、ジャッジバトルでいうところの総評みたいなことであったりとか、ジャッジコメントみたいなものを経て、またブラッシュアップして、バトルに挑んでもらうっていうようなのを、一つの、自分自身、みんな出てくれるダンサー自身の物語として一つハイスクールリングに関わってほしいという、まあ、考え方ですね。はい、というわけで、ヤマとイソタクと僕でまたやりますので、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、第2回のちょっと説明をだいぶ変わりますよ。皆さん、こっからが大事です。僕の話はもう一旦まあいいんですけど、こっからが大事なんです。というわけで、システムとか、いろいろやり方を変わりますので、お聞きください。ではよろしくお願いします。今回は32名限定で行います。お、はい。でまあ、前回 の, エントリーしてくださった方々は、予選の動画を僕たちにお送りいただいたんですけれども、なかなかやっぱこう動画を撮る時間だったりとか場所だったりとか、なかなかまあ難しいんじゃないかということで、もう今回は予選動画なしでいきます。でなし、はい、なしでいきます。で32名限定で、エントリーは、まあ、DM でいただくかメールでいただくかっていうのはまた、詳細欄で説明するんですけれども、32名エントリー来た段階でもう締め切りにします。早いもん勝ちってことですね。早いもん勝ちです。はい、はい、そこがまあ今回一番大きく変わる点です。うん、はい、なんで、出たいなって思ってくれてる子たちは早めにエントリーいただければ、僕たちもだいぶ気持ち的にはね楽なんで。間違いないね。はい、よろしくお願いします。はい、で、前回エントリー費の支払いに関してクラウドファンディング上で行ったんですけど、まあ、ちょっと実験というか、まあ、なかなかこう登録してもらったりとかっていうのがあったので、今回は PayPay で行おうと思ってます。でその方法としては、はい、PayPay でやってみようかなって、ちょっと実験的なんですけど、エントリーいただいた、まあ、メールアドレスもしくは、インスタグラムの DM で、こちらから、PayPay のお支払いフォームというかお支払いの URL っていうのを送らさせていただくので、そちらの方でお支払いください。で今回も一応ね、
エントリー費には幅を持たせる予定ではいますよね。そうですね、うん、はい。で、まあ、500円からで1000円ならジャッジのコメントをさせていただいて、3500円で、ジャッジのコメントプラス T シャツっていうのを T シャツをお送りさせていただきます。で、それはまたPayPayの方でご自身で金額をお選びいただけるので、そういった形になると思います。はい、大きな変更点としてはこの2つです。うんうん、はい。だからあれですよね、エントリー自体が、おそらくインスタの DM が多いんかな、高校生さんから。そうですね、メールアドレス、メール届かないっていう人もちょっとちらほらいたんで、ちょっと DM の方でもお送りしようかなと。はい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 。まあ、はい、これ見てて、インスタでいいやって人は、インスタグラムの DM で、エントリー、名前と高校名と。はい、名前と高校名、まあ、ダンサーネームみたいなのと、まあ、名前本名と高校名を送っていただければ。あ、はい、1点お伝え忘れてたんですけど、その PayPay でお支払いいただくとき、また後日詳細に説明するんですけど、その PayPay でお支払いいただくときにダンサー名、エントリーいただいたダンサー名もしくは本名を記載いただければこちらで確認できるので、うん、そちらの方もまたよろしくお願いします。だからあれですよね、とりあえず一旦はそのペイペイの準備ができるかどうかは一旦置いといて、はい、バトルに出る意思があったらもうメールしか DM しちゃっていいってことですよ。はい、もうすぐ、はい、もうなんかそこ結構僕が逆に出る側やったら、ペイペイ使ったことないぞみたいな思ったらちょっとエントリーできんわって思うかもしれんけど、そんなことじゃないってことですね。そうですね、もう最悪ちょっと、まあ、バトル後1週間ぐらいまで全然待つんで。はい、そのペイペイの支払いに関してちゃんとこっちから、みんなに、はい、そのやり方っていうのをちゃんとお伝えするってことですよね。はい、エントリーしてくれた人に対して丁寧に伝えるよっていうこともあるので、はい、分かんなくても全然いいです。出たかったら出てください、はい、とりあえず出たいなと思ったら、うん、はい、見てください。もう名前と高校名と、ダンサーネーム本名高校名、はい、学年はいらないですか。学年、そうですね、恥ずかしくなければ学年も。あ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあそれをとりあえず、まあ、バトルエントリーっていうことで送ってもらえればエントリー完了と。はい。でその後10なので、ちょっと早めにね、はいはい、してくれると。とりあえずそうですね、じゃあもう意思がある人は早めにお願いしますってことですよね。はい、お願いします。もうどんどんエントリーしてくれた人から順番にトーナメント埋めていって30人に埋めちゃうんで、はい、それはよろしくお願いします。はい、じゃあ以上かね。なんかお伝え忘れてることとかあれば。あ、はい、はい、前回、ハイスクールリングスのオンラインのボリューム1に出た、トーナメントの方は今回も応募していいんでしょうか。はい、もちろん。そこを発表しましょう。いいですかね。はい。はい。いいよ。いい、はい。OK です。OK です。うん、ハイスクールリング。あれですかね、前回優勝は皆さんご存知のノノですけど、はい。ノノは、ハイスクールリングファイナルのステージがもう用意されてるんで、はい。そこのシード権がもう彼女は持ってます。持ってます。なんで、ボリューム2も同じくそこのシード権があるんで、それを取りに来てください。で、はい、ちょっとこれ僕強く言っておきたいのは、ハイスクールリングっていうのはソロの戦いでももちろんあるんですけど、同時に、高校生同士、高校対抗の戦いでもあるので、ぜひそこに闘志を燃やしていただきたいなっていう気持ちもあるんですよ。はい。だから同じ高校で何チームもあってもいいと思うんですけど、最終的にはそのなんか高校っていうものを背負って戦うっていうようななんか予想をしてるので、はい、想定をしてるので、そうなのでイメージとしてはそういうイメージをしながらバトルに臨んでもらうといいかなと思います。で今回のそのオンラインに関しても、まあ、32名っていう枠の中で、まあ、自分の高校がから何人も出ればより優勝に近づけるチャンスは増えるので、いいこと言うね、そういうことですよね。出たいなと思ったら周りの友達も誘って出てくれるとありがたいですね。間違いないね、穴埋めちゃえばいいっていう。穴埋めちゃえば32人埋めちゃえばでも本当に冗談抜きで、はい、ぜひ仲間とこぞってエントリーしてください。ボリューム1の時も言いましたけど、はい、
というぐらいですかね。はい、そうですね。はい、はい、では、そのエントリー費が分かれているっていうところと、まあ、どうするかということも含めて、なんとなくイメージしながら、まずファーストステップとしては、単純に自分の名前、学校名、まあ、学年もあればっていう風で、DM を送ってもらえばいいです。で、そのやり方とかは、インスタグラムに載ってるので、GetDownAim、AIM のアカウントを、まあ、フォローしてもらってる人はもう見れてると思うんですけど、フォローしてない人は、まあ、フォローしてもらうか、とりあえずその投稿を探してください。多分一番先頭に来てるはずです。この YouTube が出てる日付前後は。ただ、新しいアナウンスを出していったりするんで、遅れてこの動画を見てる人は、ちょっと、前の投稿とかなってるかもしれないですけど、ハイスクールリングのロゴの投稿を見て詳細をチェックしてください。何か分からなければ連絡をしてください。よろしくお願いします。お願いします。